で今日から12月なので、こちらのスターバックスのホリデーブレンドのグラインドコーヒーを見たいと思います。ひーちゃんおいしい朝ごはんで、ヒューゴくんは今日はグランマが朝の10時半にヒューゴを迎えに来て一日面倒を見てくれるので、このご飯を食べ終わったら準備をしてグランマが来るのを待ちたいと思います。ヒューここにプルンついてるよ。ヒューちゃんご飯おいしいまた寝ぼけてるねみなさんお元気ですか。あさかです。で今日は12月の1日で、実は今日から私はビログマスっていうものをやりたいと思います。でビログマスって何って思われてる方もいると思いますので、説明をすると、ビログマスは12月の1日から12月の25日、クリスマスになるまで毎日ブログを撮影してアップしていくっていうビログマスです。で私は今までずっとやりたいなと思ってたんですけど、すごい私はいつも編集に時間がかかって、1週間に1本ビデオをアップするのが本当目いっぱいな感じなので、毎日アップできるかちょっとわからないんですけど、今年は初めてこちらのビログマスに挑戦してみたいと思います。でもちろんヒューゴくんがいますので、ちょっと家事育児で忙しい日はもしかしたら飛び飛びになってしまうかもしれないですが、できるだけ12月の1日から12月の25日までのブログを毎日アップできるように頑張りたいと思います。で12月の25日はクリスマスで、家族とゆっくり過ごすつもりなので、12月25日のビデオは実はもうすでに用意をしていて準備万端となっています。でそれでは今日は12月の1日ビログマス1日目のビデオを撮影していきたいと思います。で今日は何をするのかというと、ヒューゴくんが実は今日はおばあちゃんとお出かけをしていて、おばあちゃんが面倒を見てくれているので、ヒューゴがいない間に家をクリスマス仕様にしていきたいと思います。でクリスマスツリーがまだ飾れてないので、クリスマスツリーを飾りたいと思います。でその前に今年のビログマスで毎日恒例でやることが一つあって、それはアドベントカレンダーっていう、1日ごとにプレゼントをもらえるっていうカレンダーがイギリスではとっても有名なんですけど、それを毎日ヒューゴと私が開けるっていうことを毎日していきたいと思います。ですでにヒューゴくんはおばあちゃんと今日も出かけてるんですけど、おばあちゃんと出かける前にアドベントカレンダーをすでにもう開けて、そのおやつを持ってお出かけをしています。で私のアドベントカレンダーはまだ開けてないので、今からそちらのカレンダーを皆さんと一緒に開けたいと思います。で今日は12月の1日なので、アドベントカレンダーの一つ目を開けたいと思います。 You ready? で今年はヒューゴの初めてのクリスマスなので、おばあちゃんがこちらのパーソナライズされたアドベントカレンダーを用意してくれました。で毎日こういうスイーツが中に入ってるようになってて、今日は12月の1日なので一つ目をヒューゴにあげたいと思います。Hey, you ready? Make a big smile. Go, there you go. He likes the snowman. I know. Ready? This one? はい、1日ね。Another one. No, that's tomorrow. This one. Yeah, this one. No, first one. You got it. Yay! 取れた、ユーゴ。1日目何？ What's that? Is... What's that?Banana. Banana baby biscuits. Banana baby biscuits. Oh. Do you want to try that one? で、ひーちゃんもバーバーと遊びに行くけど、今日バーバーの言うことちゃんと聞いて遊んできてね。で、アドベントカレンダーで入ってたスナックはちゃんとカバンの中に入れてるから、おやつで食べてください。いいですか、ヒューゴさん。いいですか。You ready? You ready to go? You ready to go?And when you come back, the house will be transformed to Christmas. Yeah. Bye. See you later. Bye, Grandma.
で、こちらが私の今年のアドベントカレンダーになります。で、アドベントカレンダーはこちらのチョコレートのものがトラディショナルで通常なんですけど、最近ではコスメがもらえるのとか、お茶がもらえたり、ワインがもらえたり、ビールがもらえたり、いろんなアドベントカレンダーが出てるので、今年はコスメのやつにしたいなと思ってたんですけど、悩むのに時間がかかって結局買ってなかったので、昨日こちらのチョコレートのをラストミニットでダディに買ってきてもらいました。で、今年はこちらのチョコレートのでアドベントカレンダーをしたいと思います。で、今日は1日目なので1日目の窓を開けてチョコレートをゲットしたいと思います。あ、ありました。じゃあこちらの1日目を開けます。あ、一つ目入ってました。で、こちらが一日目の私のアドベントカレンダーのチョコレートになります。こちらが一日目のチョコレートです。で、昨日ダディに買ってきてもらったので、一個目まず食べたいと思います。中にキャラメルが入ってて、すっごい美味しいです。で、去年はこちらのコーナーにでっかいクリスマスツリーを建てたんですけど、今年は中国に占領こうやってされてるので、こちらのコーナーのソファーを今もう朝取ってガーデンの小屋に入れました。で、このスペースにクリスマスツリーを建てたいと思います。で、まずはこちらのヒューゴくんのジャンパルバウンサーを片してちょっと綺麗に掃除をしてからクリスマスツリーをどんどん組み立てていきたいと思います。始めました。で、掃除ができました。で、イギリスの私が使ってるツリーはこういう風に穴がここに開いてて、ここにブランチを一つずつこうスロットに入れていくような仕組みになってます。で、キーだけでこの袋全部とこれとこれ3袋全部木になってます。この量が全部木の枝に入っていくようになってます。それでは今から組み立てていきます。で、木をこういう風に分別しました。で、こちらの木一つずつに、こちらは M、 こちらは L、 K っていう風にローマ字アルファベットが書いてるので、棒のどの位置に来るかが分かるようになってます。で、アルファベットが大きくなるにつれて下に行くようになってます。で、こちらのツリーを作りながら私の大好きなクリスマスの映画ザ・ホリデーを見てます。で、それではどんどん木の枝の部分をこちらのツリーに入れていきたいと思います。一番下のこの枝が入りました。で、枝が入ったらこの枝をどんどん開いていきます。小さくなってきました。
で、これで最後です。で、最後はこちらの上半分の木が1個になったものを上に乗せたいと思います。入りました。今からこちらにライトをつけていきたいと思います。で、今からこちらのライトをあの木につけていきたいと思います。ライトができました。こんな感じです。で、今からこちらのクリスマスツリーにあのデコレーションをいろいろつけていきたいと思います。めっちゃキラキラのボーボーです。こんな可愛いプレゼントの飾りもありました。デコレーションが全部飾れました。で、あの一番上の木のところにあとお星様を置いたらおしまいとなります。で、私は届かないのでダディが仕事が終わったら乗せてもらいたいと思います。で、あのひごまめはあと30分1時間ぐらいで帰ってくるので、あの帰ってきたらこちらのクリスマスツリーを見せたいと思います。で、ダディが一番上の星をやってくれます。 Go ダディ The last bitYay! Merry Christmas! 23 more days. Yeah. Hey! Happy Shinkaga! What's that? Genesee? Christmas tree! What's the play of now? Do you have a photo? Hello? You got a photo of the bobo? Yeah. Hugo keeps touching the bobo. Is that good, Tiny? What the heck is that? Shall I? See you later! Bye-bye! 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 Saturday! So quick! Saturday! Saturday! で、ヒーゴマミは今もう9ヶ月なんですけど、この歩行器を乗って好きなところにあの一人で行けるようになったので、家中これで動き回ってます。ねえ、さっきもツリーにアタックしてたね、ヒーゴ。で、ツリーはこちらで完成しました。で、ダディに星を上に置いてもらって、あのちょっと曲がってたのもグランマとダディに直してもらって、そんな綺麗なツリーができました。ひーちゃんどう？綺麗だね、ヒーゴ。ピカピカなってる。で、ヒーゴがこのボーボールをずっと取ろうとするので、あの下の段には、下の方のツリーには置けないかもしれないです。全部お口入れる。全部お口入れちゃうね、ヒーゴ。で、今日の夕食はこちらのサーモンとスピナッチ、ほうれん草のパスタを作りたいと思います。ここにあります。で、ディナーができました。で、今日のディナーはサーモンとスピナッチのパスタに、ヒューゴくんはこちらの動物の形をしたパスタを、私はあのトマト缶とあのベジタブルストックとトマトペーストとあのピーマンと一緒にあえて
こういう風に作りました。でこれにローストしたスイートポテト、すごいこれ甘いんですけど、これを一緒に、あのフィンガーフードが好きなので、これを一緒に揚げたいと思います。はい、どうぞ。 This one's yummy, ゆうちゃん。おいしいね。 This is really really sweet. Oh, it's just that one. Yeah, it's so yummy. It's yummy, isn't it? Bon appetit. Enjoy, Daddy. Thanks. Enjoy your dinner. で、今日はあのヒューゴがグランマと出かけしてる間にこちらのクリスマスツリーを飾ることができました。で、今日のブログマス第1日目ご視聴いただきありがとうございました。で、こういうビデオも面白いなと思ったらぜひ高評価ボタンを押してください。で、まだあと24日ブログマスが残ってますので、ぜひお楽しみにしててください。で、もしあの見たいコンテンツのリクエストとかあればぜひコメント欄にコメントを残してくれると嬉しいです。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またー。